J. フランシス・スピーリングは、イングランド・マージー・サイド州、ミラル、ボラシー出身のサッカー選手。ポジションは MF。リバプール FC のユース育ちの生え抜きの選手。2009から10シーズンは、ほぼすべての試合でベンチ入りしている。2009年10月17日の対、サンダーランド AFC 戦で、先発出場し、プレミアリーグ初出場を果たした。 2010から11シーズンはロイ・ホジソンの下ではチームの不振もあり、プレミアリーグではなかなか出場機会を得ることができなかった。しかしヨーロッパリーグではグループリーグでチームの主力として活躍し経験を積んだ。成績不振によりホジソンが解任され、クラブの英雄ケニー・ダルグリッシュが就任して3試合目のマージーサイドダービーで先発に抜擢され、 いいパフォーマンスを見せた。しかし、その後は相変わらず、ベンチに座る日々が続いた。しかし、チームの大黒柱シュラスティー・ブン・ジェラードが怪我で離脱すると、先発で起用されるようになり、いいパフォーマンスを見せている。2012年8月31日、ボルトン・ワンダラーズ FC へ、レンタル移籍し、翌年8月には、完全移籍した。二千十五年一月三十日、 ブラックバン・ローバーズ FC にシーズン終了までの期限付きで加入した。2017年7月にボルトンを退団し、10月4日にシーズン終了までの契約でブラックプール FC に移籍した。2020年8月5日、トレンメア・ローバーズ FC へ移籍。ありがとうございます。